じゃあ,まあ3人ね今師匠1人だったのが安みさんも含めて3人になるわけじゃない、はい、その人たちが食っていくためにじゃあ壱岐と対馬1個ずつ必要だと、はい、ここまでは分かったんですけどその新しい工場も含めて作るものが高いクオリティで作れるんだっていうそこの説明が欲しいんですよ。どうして同じクオリティで作れるのか。あえっと、まずあの海のことから話しますと対馬海流っていうのが流れてまして。 津島も池もそのの海流がが通っているので同じ水が取れますあ,あごめんそういうことじゃなくて今対馬で作ってるんだよね、はい、でいきに作るんだよね、はい、でいきは師匠が手伝わないんだよね何、はい、で同じものが作れるんだろうって思ってるわけああ、まあ、実際あのすぐすぐにっていうふうにはあのその全く同じものっていうのはあの思えてはないんですけどあの実際それにあの近づけるための知識とかあの技術っていうのをあの今学んでいる状況なので。 その全く同じって言ったらあれなんですけど近いものをあの作れるようにはなりますなんか陶器焼いたりとか寿司職人とかと違うんじゃないでしょうかだからなんかそこに皆さんがすごい質問がさっきからあるんだけど多分彼の中ではあの言葉にするのが下手だから言えないんだけどいやあの 95%ぐらいのものはできるんですわって思ってるんちゃいます？それがあの分かるんですけど、はい、本当っていうなんかその伝統的なものに対してのその勝手に伝統的だって思い込んでるだけなんですよきっと。僕がですか？確かに伝統はあるんだろうけれども、はい、作り方さえ学べばほぼそれに近いものができるって彼を持ってるんじゃないでしょうか？ で、それは思ってるだけじゃなくて、事実なんじゃないでしょうか。うん、え、実際は、海水を引き上げて。干からびさせたらいいっていだけ。えっと、細かく説明すると、引き上げたものを、あの、感性というつ。 ものを作るために、あの写真ご用意させていただいたんですけど。あの木材で組んだ櫓というものに通して、あの実際にその水滴を細かくします。で、それを日にちを置いて、もっとあの濃度を高めたものを。あの板の上に引いたりして、実際に光と風で、あの点結晶させるというの。いうふうになってます。なんか僕はだからさ、<laughs> もうなんかもごめん、イライラするんだけど、結論言ってごらんよ。師匠が百なら、君ら二人で、来年やったら。 100のうちどのぐらいまでできるのえ、実際来年になると80ぐらいはできますえー、結構単価高く売れてそんなに習得して再現すぐに80%もできるもんなんだったらなんで全国で10カ所しかないんですかえ、じゃあやりますえっと僕自身がやるやらないは、はい、数多の人生の選択肢の中でやらないですけど <laughs>、えー、これが天日錠美味しかったです確かにあ、天日錬美味しかったですそれでなんか えっと実際に、はい、あのやっぱりそうやって「やりますか?」って聞かれるとやっぱり「いやそれは」っていうふうなことだったりとかあの塩を作られている方がもうやっぱり高齢化っていうのがありまして。 自分が作ることによって、あの日本で一番若い塩作り職人になるっていうのはあります。うん、なので、やっぱりあの下に伝えていく際に、それだけの経験を積んでいれば、今の市長よりもっとたくさんのことをあの下に伝えれるなっていうのがあります。うん、まあ後継者不足の業界だからこそ、自分が再。 なんか若手でやることにメリットを感じてるってことですね。あ、そうです。でそれについてなんかあの買ってくれる人も多いんじゃないかっていうことですね。そうです。あのはい。ビジネスチャンスなんだけど不人気なんですね単純に。一人の限界が四トンじゃなくてあなたさっき途中で、はい、師匠は年齢も高くなってきたんで四トンが限界だって言ったよね。あそうです。あの実際あの もともと師匠は、あの、八トン作られていたんです。それが伝わってないって。伝わってなかったです。ですえっと、そうか、師匠がじゃあ、一番いい時だったら、八トンで、はい、まあ、結構儲かるってことですよね。八トンぐらい作れれば。はい。それは皆さんはあんまりやって、これ。来なかったっていうか、不人気だから、人も集まらないみたいな感じだったんです。かそれとも、あんまり、その、発展、拡張させる。みたいな動きがなかったんですか、今まで。あ、そうですね。あの、実際、不人気、不人気というか、やっぱり。天平をできる、その、土地が。 あの少ないっていうのが。